村上歯科の院長をしております村上です。そしたらですね、ちょっと正面の画面見てください。これがご自身のお口の中の写真ですね。なかなかよく磨いてますが、ちょっと裏側に歯石とかついてきてますね。今回これ撮っていきますね。はい、でちょっと画面を見てください。これが今日のご自身のお口の中の状態ですね。でこっちに写ってるのがサンプルなんですけど、いい状態です、でお口の中の状態悪くなっていくといろんな菌が出ていくんですが、まず第一段階悪い状態はこうなります。そしてもっとひどくなるとこんなのが出てきます。でもっとひどくなると大きいのが出てきまして、めちゃめちゃひどくなるとアメーバが出てきます。はい、で菌がちょっとひどい状態になっちゃってるんですが、これをきれいにするのに歯周内科療法っていうのをやってます。で3つのことを同時にやるんですが、まず第一にこのペリオバスター、これを使ってください。そして歯間ブラシ、それから保険で出せるいい抗生剤出しますから、それ飲んでください。それ3日間やってくれたらすぐきれいになります。設備を整え、地域の患者さんたちのお口の健康をしっかり守っていける歯医者をやっております。うちでは口腔内カメラとか顕微鏡を使って患者さんに分かりやすい説明、治療を心がけています。どんな人でも一瞬で自分の状況、これからされる治療が分かるようにやってます。うちではスタッフがプライベートを大事にしつつ、やりがいを持って働ける職場環境づくりを行っております。ですから院内の空気の良さ、それを患者さんが感じ取れるようになっていると思います。無料送迎行っております。車のない方、手足の不自由な方、いろんな人に有効に使っていただきたいと思ってます。歯医者は金儲けの手段ではないと考えてます。特に保険医療なんですけど、医療っていうものをお金のためにやらないように気をつけてます。自分の納得いく正しいと思うことをやるようにしてます。昔からずっとここで遊び、ここで勉強して、ここで生活してきました。子供たちが笑って帰れる歯医者を目指してます。歯医者が怖かったり嫌で来れてない方、よかったらいらしてください。